まちゃまちゃドーン2000回動画あはい、皆さんこんにちは。おはようございます、こんばんは。まこです。まこです。え、まこだよ。いや、まこだから。いや、まこだし。皆さん、まこだよ。どなたか知ってますよね。はじめまして、まこです。まこです。私がまこです。私もまこなんです。シンディさん、おーい、感染防止、イエーイ。というか、シンディさんですよね、どう見てもね、皆さんね。痛くない。いやいや、怖くないって。いや、嬉しいわ、シンディさん。どうもどうも。今日何、はい、シンディさんって呼んだ方がいいの？それとも違う、もうマコさんって呼んだ方がいい？この動画撮るときは、うん、私は、はい、YouTuber マコとして、うん、今日から今日からライブカフェ2000では。そうです。だって歌ってないから。いや、歌ってるときはシンディだ。マジンガー Z のシンディさんしかわかんないものって、はい、何それ。逆に、はこれマジンガーめっちゃ私スタッフとして、うん、うわーってガガガーみたいな。それはチクロリアースっていう私のそうアニソンバンドのね、チクロリアースの、ね、話で。どっちかっつったらそういう、そうシンディさんって。ところが今日は皆さん、はい、ライブカフェ2000にシンディさんという名のマコさんがいらっしゃってくれました。本当にありがたいことです。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。マコちゃん大好きだし。ラブ。ごめんなさい。いや、なんでマコか。あ、なんでマコ。な、そう、私はマサコだから。マサコさんだからマコさんでしょ。そうそう。私はマサヨだからマコ。私だって小さい時から、生まれた時から、はい、あの名前、戸籍上はマサヨだけど、うん、マコって呼ばれてて、で幼稚園の時にあの保育園の先生がみんなあのお名前のステッカーをね、シールをね、自分のあのロッカーに貼りましょうって渡された名前がマサヨって書いてあって、先生、これマコちゃんのお名前じゃありませんって言って、で、いや、あなたはマコちゃんは本当のお名前マサヨちゃんって言うんだよって言って、ママに言いつけるからって悪態をついた覚えが未だに消えないぐらい、私はマコだと思って、はいはい、育ってたんです。じゃあマコですね。マコでしょ。だからマコなのよ、本当に。私だから最初マコとマコのーって言った時結構ハテナだったんですけど、マコって来るかみたいなね。 お前もかいって。私もじゃーい、姉じゃーい、姉子に向かってお前もかいみたいな。私もじゃーい、じゃーい、私もやりたいそれ。私もじゃーい、私もじゃーい。いや、テンション上がりますね、本当に。はい、マコで、マコさん、マコ、うん、マコさん、マコさん、マコちゃん、マコちゃん、マコさん、マコさん、うんうん、マコさんって呼ばれたことないの。なんて言う、私ね、福井県出身なんだけど、はいはいはい、福井の方では、はい、マコ姉ちゃんって呼ばれてる。マコ姉ちゃん、マコ姉ちゃん、じゃあマコ姉ちゃん、マコ姉ちゃん、マコ姉ちゃんって言うのね。やばい、これでやっぱ福井の人が見てたらあいつか。え、もう福井のマコ姉ちゃんって言ったらもう、もう悪い悪い。怖いな。だから名前変えてたんですけどね、なんつって。ちょっとさ、このこれが皆さん、これがね、あれに見えてきましたよ、あの無所とかにあるあの大丈夫か姉さんっつって。いつもありがとうね。じゃあマコ姉ちゃんとマコちゃん、マコちゃんで、うんうん、よろしくお願いします。なんで2000回ね、2000回動画アップ目指せって。2000回って地獄じゃないですか。姉子、そんなこと言わない。ここはどこですか。ライブカフェ2000でございます、ね、だからそのこのお店の名前にちなんで、うん、2000回動画アップしようじゃないかと。しないと帰れまてん、ね、帰れまてん。2000回動画アップしないと帰れまてん。で、自ら、何そういうの、あのほらド M ですよ。ド M が2000回ってまあまあですよね。
ちょっとキュンときたでしょ。キュンきたM&M。 そう、名前は M だけど私ド S だからね。ド S でしょうね。ド S でしょうね。あの、うん、今ねコロナ感染でね、はい、あの感染防止のため、うん、マスクをこのように装着我々2000ではしておりますが、はい、はい、シンディさんも今日はピンクと黒のブラック、かわいいですよね。おしゃれですよね。やっぱりこれはもうあのクレイクレイ、私の、あ、もう一個のバンドの、はい、もう一つのロックバンドの、それはシンディさんですね。クレイク、はい、シンディさんの、シンディとしての、そう、うん、こうてやってください。わかりました。じゃあくれないっていうんでね、そっから皆さんも そこから何あのあれですね、買えるサイトがあるんですね。買えるの、うん、ネットで買えるんですよね。よろしかったら、黒2といろんなのありますからね、うん、今もこれ男祭りっていうこう T シャツ、これ売ってるんですか今も。売ってます。それも、うん、あのベースマーケットの方で。このベースが、あ、男祭り。男祭り。これ着てね、ライブに参加するとね、はい、もうすっごいテンション上がりますよ。ありがとうございます。うん、これはね、うん、あの私1月誕生日で、あ、1月、おめでとうございます。はい、1月？ 1 月誕生日だったんですけど、はい、あのなんかステージ中に私がのたまってたことを、うん、これ魔人ブーが全部制作してるんだけれど、メンバーの魔人ブーがね全部書いてくれて、うん、作ってくれて、やってくれてるんですけど。うん、私がどうも出現したらしくて、あ、はい、だだだの谷の虫か大丈夫怖くないって言って仲良くなるシーンをどうも私はステージ中に言ったらしいんだ。あのしょっちゅうね言ってる、なんか、うん、面白い、なんか言ってる、うん、でそれをやつは覚えてて、うん、そこ作品にしてしまって、でもちょっと待って、その手とじゃない、どうしても私が、うん、メガネザルだっけなんだっけって言ったから、はいはいはい、その手とじゃなくてメガネザルになってしまっているという。これをね本当はあの売りに出すつもりだったんだけど、はいはい、ライブがほとんどなくなってしまったので、そうですよね、そうで、そこでみんなに売るのも、うん、って言って1月が2月があって過ぎちゃって、はいはい、今年のね、そう、はいはい、それでさ、あとこの間3月に会った時に、うん、久しぶりに会った時に、うん、あのプレゼントをしてくれた。じゃあ1枚しかないですね。そうですね、今のとこね1枚です。1枚です。これあの気に入ってほしい、もし欲しいなっていう勇気のある方がいらっしゃったらもうぜひあのご連絡いただければ、うん、魔人ブーがすぐに制作いたしますので。1枚釣りだとね単価がちょっとあれになっちゃうので、うん、皆さんできればあの20枚とか単位をねセットであのご注文いただけると。1枚でも大丈夫ですよ。これ1枚釣りだと大変、あの単価が ね、うん、ね、まあでも大丈夫ですよ。ちゃんとお作りしますからおっしゃってください。はい、ということで、うん、はい、マスクのね着用とかマスクの飲食とかね、もうほんとめんどくさいですけれども、うんうん、もうちょっとだけみんなで耐えて、で、はい、晴れてみんなで笑顔でハイタッチハグできるようなね、あの肘タッチとかもなんか、肘タッチって何あれ、やだもん、あれ攻撃だよ普通に、ドーンですよね。バーンみたいな。はい、もうだからもう、うん、まあしょうがない、だから今皆さんどうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、頑張りましょう、うん、頑張れ日本、頑張れ日本。ちょっと頑張れ日本の歌、はい、即興でお願いします。頑張れ頑張れ日本、はいはい、2000だよ、頑張ってるよ。ちょっと私なんだっけ、ミュージシャンだっけ私。